語学とは楽しみですかね。というのもやはり英語を知らなければこの世界中の人々と出会うこともなかったと思いますし、実際話すことも絶対なかったと思うんです。それを英語というものを使って、また韓国語であったりスペイン語、そういったものを使ってその人の生活に入り込める、文化や習慣も知れる、また一緒に遊びに行ったり、そういったことをできるのは語学を学ぶ上で私にとっては楽しみかなと思いますね。イーロンという街はすごい静かで、また自然がすごい綺麗なんで、あとはそのキャンパスがすごい小さいということもあって、アットホームといいますか、どこに行っても、まあ、1人や2人友達はいますし、そういった意味でその生徒間の友達の距離であったり、また教授との距離もすごい近い感じで和やかな街かなと思いますね。最初の戸惑いなんですけど、それはすごく大きかったですね。教授が話してる間もその生徒がもうみんな意見を述べて、その意見をもとにまたクラスが進んでいく、そういう意味では生徒の参加型が多いと思うので、海外の授業はそこが大きな違いじゃないでしょうか。なぜ皆さんがこんなにも意見を言えるのかって考えた時に、それは正解を必ず述べなければいけないということではないだなということに気づいたんです。自分はしっかりここに勉強したくて、またそのクラスのためにしっかり貢献したいよというアピールをするチャンスですので、初めて手を挙げる時がちょっと怖いんですけど、それでもちゃんと正しい間違いではなくて、自分はこう思ってる、こういう理由でということを伝えるように気をつけてる点ですね。留学前はもう家に帰っても勉強、キャンパスでも図書館で勉強、そしてもう授業に行く毎日を想像してたんですけど、しっかり関西外国語大学で準備をして勉強していれば、そういったことにはあまりならないのかなと思います。実体験として現地の人の交流といいますか、そういうものにすごく時間を使っていますね。数少ないんですけど日本語を学んでる生徒も何人かいますので、そういった子に日本語を教えてあげたり、これは課外授業になるんですけど、その社交クラブというか社交ダンスクラブですね、そこに参加していまして、でもちろんアジア人一人だけですし、その中で例えばその南米のダンスであったり、アメリカの黒人のダンスであったり、ヨーロッパのダンスであったり、そういうものを実際ヨーロッパから来てる人、南米から来てる人、そういった人と一緒に踊ることができるんで、言語だけでなくて文化の側面を経験できるんではないかなと、そこをもっと深くアタックしていきたいなと思っています。まあ、クラスに基本全員アメリカ人で、一人だけ留学生が参加するという形なんですけど、アジア人だから、日本人だから、留学生だから、そういうのを言い訳にするんではなくて、マイノリティであっても必ず一番を目指したいなということですね。私にとって Go for it の it とは Go for challenge だと思います。学位留学もそうですし、韓国や中国での滞在経験も、常に失敗してしまうかもしれないけど挑戦することで達成することができたので、このチャレンジは私の人生の中で絶対に忘れずに、また続けていきたいことの一つだと思います。